パイロキネシス。あー、なんだっけそれ。そうつぶやいたのはおじだった。爆発させる的な？うん。私たちは館に向かって走っていた。いや、歩いていた。もう走るだけの体力がおじには、そして私にもなかったからだ。え、ヘリーは何？え？だ、え？中身誰なの結局。三木本さんを置き去りにしてきてしまった。ああ。しばらくはその存在さえ忘れていたのだから我ながら白状だとは思う。しかし今更戻って連れてくる気力もない。それ以前にあそこに残っているのとこうやって逃げ続けるのとどちらが安全かは誰にもわからないのだ。いくら走っても同じ島だからね。汗を拭うと指先についていたのは血と肉片だった。うわ、やだな。恵子のお肉か。恵子ちゃんが死んだ。みんなが死んでいく。それもあまりにも無残に。あれはマリピがやったのかい？え？私はおじに聞き返した。あれはヘリコプターを爆破したのは君の力なのかい？違うわ。私には何が起こったのかさえも理解できなかったんだからね。パイロキネシス。確か小林さんはそうおっしゃいましたよね。尋ねたのはトールだ。ああ、念じるだけで対象を爆破し炎上させる。そんな再能力のことだ。マリじゃないとするなら、かなこちゃんかあきちゃんということになる。え、遠隔で爆発させたってこと？恵子ちゃんを殺すつもりだったってこと？なんだかこうなっても信じられないような話だな。おじはそう漏らしながら館の扉をくぐった。なんかもう泥沼だね、君たち。あきちゃんもかなこちゃんも中庭にはいなかった。館に戻ったのかもしれない。見る気はなくても塔の先端を見てしまう。うわぁ。そこに突き刺さっている村上さんの姿。おじさん？なんだね。同じように塔を見上げていたおじが振り返った。館でアキちゃんたちが待っていたらどうするつもりなの？食事はまずいだろうね。一緒に食べないべ。おじはそう言うと黙り込んだ。手を組めばおじさんは犯罪者になってしまうわ。私が言うと、手を組まなければただでは済まない。トールが言った。協力しなければ僕たちを生かしておかないだろう。夏美さんみたいにね。恵子ちゃんが言っていたように復讐を優先させるかもしれない。どちらにしても私たちは殺されるということかね。おじのセリフにトールはうなずき話を続けた。そっか、一生追われ続けるのか、ミネルヴァに。それだけじゃない。さっきのヘリコプターです。あれはおそらくミネルヴァ社のものだろうな。まあそうだよね。そうでしょうね。多分三木本さんが連絡したんでしょ。試作品は用なしになったってね。可能性は高いな。試薬は完成している。もう三木本くんのような人造再能力者を作れるんだ。そうなればマリたちの利用価値は低い。ファーストチルドレン的なことでしょ。でも取っとけばいいのに。おじはため息まじりに言った。それどころか、トールが言った。協力して敵に回ろうとしている。そうなれば、マリたちはもう忌まわしい実験の失敗作であり、ミネルヴァ社の陰謀の生き証人でしかない。だから全てを消し去ろうとした。このことで。ああ、島ごとね。トールはどうすればいいと思ってるの？急に能弁になったトールに私は聞いた。戦うんだ。トールらしからぬ答えだった。おー、なんかやっと主人公らしい答えだな。僕たちはどうしてもアキちゃんたちと手を組むべきなんだ。アキちゃんたちにしてもそうさ。僕たちと手を組まなければこの島を生きて出ることさえ難しい。奴らの攻撃があれだけで終わるとは思えないからね。船長さんどっちサイドなの？肝心の。私たちが協力すれば勝てると、トール君は思っているのか。
でもさ、なんかトールがさ、無意識に能力持っててっていう、そんな展開も待ってるよ。おじのセリフにトールは深くうなずいた。トールはどうやって勝とうとしてんだろう。おう。館の中は静まり返っていた。中にいるときは気がつかなかったが、外から戻ると館の中には腐臭が満ちていた。へえ。腐臭と血の匂い。まあそりゃそうだよな。ハエとかめっちゃいてもおかしくないもんな。かなこちゃん、あきちゃん。私たちはロビーで大声を上げて二人を呼んだ。稽古を殺したわね。かすれた声が聞こえた。階段から降りてきたのは腰の曲がった一人の老婆。恵子ちゃんじゃねえ。あきちゃん。いや、あきちゃんだった。いやー、でも正直あきちゃんかわいそうだな。おばあちゃんになっちゃうのは。白髪に縁取られたシワだらけの顔にあるのは憎悪だ。深く激しい憎しみが瞳から放射されてでもいるようだ。おうおう、またよくわかんない能力発動して。あきちゃんは何も言わず黙っておじを見つめた。力が影楼のように立ち上る。これみんな見えるんだね。しかも危ない。おお、ブルンってした。何今の。え、あー、小林さん、やめて。おじは衝撃で気を失ったようだ。もうなんかもう気候みたいなもんか。扉の前で横たわったまま動かない。おじは何もしていないわ。そうかしら。言ったのはかなこちゃんだ。いつの間に降りてきたのか、あきちゃんのすぐ後ろにいる。ほんとだ。恵子を殺していないのは知っている。恵子の意識を覗いていたから。でもね、何もしていないとは言えないんじゃないかな。かなこちゃんはそう言うと、倒れたおじを冷ややかに見つめた。ねえ、ちょっと。トールが割って入った。揉めてる場合じゃないよ。奴らは僕たちを追ってすぐここへ来る。かなこちゃんは扉の向こうを見つめた。てかさ、トールはもう完全に巻き込まれなんだけどね。本当だ。奴ら、すぐそこまで来てるわ。なんか怖い、みんな。なんかちょっと寄生獣見てるような、寄生獣読んでる時の気持ちになってるわ若干。かなこちゃんが慌てた声で言った。来たの。言ったのはトールだ。どこか楽しそうなのが奇妙だった。あら。かなこちゃんは焦りの色を浮かべたまま扉から目を離さない。え、トールが楽しそうってこと。かなこちゃん、え、何これやば。おお、特攻だ。ミネルヴァの紙幣よ。え、てかなんかめっちゃメカじゃない、なんか。ターミネーターみたいな見た目してんじゃん。アキちゃんは見るなりそう叫んで駆け出した。いえ、やば。おじさん、ダメだ、もう遅い。玄関に駆け寄ろうとした私の手を、トールは力任せに引き、階段をかけた。え、てかリアルなこと言うと、アキちゃんもちょっと厳しくないこれ。逃げるんだ。うおー特殊部隊だ。突然の閃光と轟音、何が起こったのか私には分からなかった。私の体はめちゃめちゃに振り回された。乱暴な子供に投げられた人形のように、上と下の見分けすらつかないほどに意識が混沌とする。怖いなこれ。白煙がもうもうと立ち込めていた。そっか、もうみんな能力者だからこのぐらいしないとダメなんだ。逃げようにも体が動かなかった。誰か。私がそう言いかけた時だった。おお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 おすごいな。これは幻だろうか。やばいね。なんか、目の前に炎が見えた。どうなってんのこれ。竜巻になってる。炎は赤い竜のようだ。長く尾を引き、グレンの竜が駆け巡っている。グレンの弓矢、突如現れたそれは侵入者を一斉に投げ払った。火の粉を散らしながら意志あるもののように次々と襲いかかる。
悲鳴も銃声も巨大な炎に飲み込まれた。瞬く間に1階は炎の海と化した。その向こう側で銃火が鬼火のようにパッパッと光る。綺麗だ、本当に綺麗だ。やばい、もうやばい、もう頭がおかしくなってる。怖ー。そう思いながら私は意識を失った。なんかもう現実逃避してない。おう、痛みで目覚めた。体のどこもかしこもズキズキと痛んでいる。全身がぼーっと熱を持っている。てかさ、この屋敷さ、炎とか起こったらなんか熱でめっちゃ熱くなりそうだよね。なんか気がついたみたいよ。かなこちゃんの声がした。目を開く。うわー、私の正面にかなこちゃんの顔があった。うん。体を起こそうとするとさらに激痛が走った。動かない方がいい。言ったのはトールだ。館の2階、どこかの部屋の中のようだ。隠し部屋？アキちゃんもかなこちゃんもここにいる。あれはあなたがやったの？かなこちゃんは尋ねた。私は、どうやら話すことはできる。私はどうなったの？開いた扉から奴らが手榴弾を投げ入れた。ああ、それが爆発したのさ。トールが答えた。問題はその後よ。爆発に続けて入ってきた奴らがみんな燃え上がった。あれをやったのはあなたなの？かなこちゃんが同じ質問をした。私は首を小さく横に振った。パイロキネシス。あらゆるものを爆発炎上させる能力。こんな時には便利だよね。言ったのはトールだ。あれ？トール能力者もしかして。かなこちゃんもアキちゃんもトールを見た。ヘリコプターを爆破したのは、アキちゃんかかなこちゃんじゃなかったの？私が言う。言ってから気がついた。まさか。え？何それ？そう、僕だよ。あれをやったのはね。アキちゃんがその手をトールに向ける。違うよ。トールは笑いながら言った。僕はミネルヴァの人造再能力者じゃない。アキちゃんが疑いをあらわに言った。あの実験で生き残ったのは5人。みんな女だった。生き残った人間はたくさんいるさ。小林さんだってそうだし。被験者のことよ。まだいたんだ。確かにほとんどの子供たちはあの薬に適応できなくて死んじゃったけどね。生き残ったのは君たちだけじゃない。あ、なんかさ、その生き残った子たちの説明の時にさ、少年少女って言ってたんだよね、なんか。嘘よ。嘘じゃない。子供以外にもあの実験には被験者がいた。3人の妊婦さ。あ、そうなの？妊婦。妊娠中に薬剤を投与したらどうなるか研究していたんだ。うわー、もう倫理観が終わりすぎて。2人の妊婦はすぐに流産した。やだー。彼女たちをミネルヴァ社がどう処理したのかは僕は知らない。とにかく1人はまだ研究所に残っていた。それが僕のお母さんさ。うわー、マジで？じゃあ実験受けたお母さんの子供がパイロキネシスってこと？あの火災で彼女は研究所から逃げ出した。いや、本当は僕が逃げるように仕向けたんだ。お腹の中で？当時から僕には意識があった。外で何が起こっているか理解できていた。もう分かったと思うけれど、あの火事は僕が原因さ。マジか。まあ誰か火つけたんだろうなとは思ってたけどさ。お腹の中の子供。悪い冗談だわ。アキちゃんが言った。続けてかなこちゃんもトールを見た。そうよ。あの事件は13年前。もしそれが本当なら、あなたはまだ13歳のはず。ああ、なるほど。そうだよ。トールはあっさりと答えた。あれか、もしかして身分をいろいろ詐称してんのか。そんなバカなことは。言いかけてかなこちゃんも気がついたようだった。あ、なるほど。薬の副作用さ、アキちゃんと同じ。逆に成長止まってんだ。そうか。ん？あ、違うか。成長してんのか、見た目より。そうだったのか。
あまりにも素直な態度、分かりやすい性格、恋愛に対する純情さ、まるで子供のように。でもいや、そっかお腹の中でも意識あったぐらいなのにね。でも私はあなたの心に入り込んだ。私に秘密なんか持てないはず。トールは笑った。それこそ子供のように。マリが被験者だってことは知っていた。だから君と会う時はいつも仮想の記憶を植え付けていた。仮面をかぶるみたいにね。その間は僕自身も僕のことを大学生だって思っていた。え、じゃあさ、え、あ、え、ごめん、なんかすごい下世話のこと考えてたわ。いや、マリピとトールが、まあ多分今付き合ってはない状態だけど、もし付き合ってたら、ふわふわって考えちゃってた。あかんって思ってた、今。トールは悪びれもせずそう答えた。まあでも、そっか、トールからしたら、ちょっと年上のお姉さんに憧れを抱くみたいな感じだったのかな。この仮面が外れる条件は2つ。1つは、マリと24時間以上会わなくなった時。はあ。もう1つは、力の波動を近くで感じた時。ん？あ、そうなんだ。じゃあ、だからマリがいても今外れたってこと？ん？今外してる状態だよね、多分。マリが僕の意識を探ったあの後、僕は真実を思い出したのさ。あ、思い出したの？あなたはどうして私に近づいたの？マリに近づいたのは好きだったから。研究所にいた時からずっと。マジで？トールはあどけない顔で答えた。でも僕が近づいたのはマリだけじゃないよ。かなこちゃんにおもちゃの自動車を送ったのは僕さ。どうして？私とアキちゃんが同時に尋ねた。お母さんの存在は誰にも知られていなかった。あの火事で焼け死んだと思われていたんだ。ミネルヴァも混乱していて、5人の被験者をどうするかだけで手一杯だったみたいだね。おかげで僕には見張りがつくこともなく、自由に暮らすことができた。そっか、お腹の中の子がどんな能力持ってるかまでは把握できなかったってことか。あ、これ幼少期通る？お母さんは僕の思うがままに操れたし、怖いものは何もなかった。ね、怖い通る。急に怖いわ、そんな。サイコパスっぽいな、なんか。ところが8年前、どうやらミネルヴァが僕の存在に気づいたみたいなんだ。いつもの冗談を言う口調と変わらぬ軽薄さで、トールは告白を続けた。得体の知れない人物がお母さんにまとわりつき出した。だからミネルヴァの目をそらすために新しい事件を起こしたんだ。それからお母さんを始末し、一人で生活を始めた。作戦は成功さ。マリピに近づきさえしなければ、僕の存在は永遠にミネルヴァに知られることはなかっただろうね。そっか、それでも好きだから近づいたんだ。なんかあれだね、もう知能指数が死ぬほど高い能力のある子供って感じなのかな。始末って、お母さんを殺したの？トールは私の質問に屈託のない笑顔で答えた。そうだよ。いや、怖ー。パスミが強いな。